ことを考えなさい。ある日は、あなたは仕事より自身の直属部隊を作るのが先じゃないのか、一人でも見つけたのか。いえ、見つけていません。すみませんでした。さすが、何度も言ったよね。なんでまだ月下に仕事頼んでいる。ごめんなさい。お前たちのやってきたことは犯罪だ。殺人行為だ。仲間殺しだ。私は言ったはずだ。もう経済は安定期に入ったからペースを落とせと。なんだこの月下の仕事量は。一人だけ明らかに増えてるだろう。今回ばかりは二人のフォローには入れないな。俺も正直二人には苛立ちを感じてる。苛立ちを感じてるのに。こうやって説教をメディアに任せてしまっている。本当情けない。嫌われるのが怖いとか、後先の関係が怖いとか、そんなことばかり巡る俺は本当にダメな主だ。月下のところに行こう。せめて月下に寄り添う。今までおろそかになってた分まで。失礼します。お主はなぜこうなるまで放置したのじゃ。なんで気づいてやれなかったのじゃ。なんで救いの手を伸ばさなかったのじゃ。お主は月下のパートナーなのじゃろう。一番の理解者であり、生涯を誓ったのじゃろう。なのになんで月下を助けなかったのじゃ。関、これは私の管理不足の問題だよ。それにパトはパトなりに相談に乗ってくれてたよ。でもどうにもできなかったことを今責めてもお互い辛いだけじゃない。でも何かできたのも俺なんだ。それをしなかったのは俺の落ち度だ。責められて当然だ。すまぬ、パト坊、八つ当たりじゃったな。お主が月下の相談や愚痴を聞いてくれてたり、以前仕事を放り出した月下と一緒に遊んでくれたりとしてくれたのにのう。結局月下を守れなかったんだ。八つ当たりじゃない。敵が俺に怒るのは当然なんだ。だって俺がみんなの主なんだ。俺が悪い。パト、迷惑かけてごめんね。メリアには長期休暇をさせるように命令した。仕事は各自のところに戻した。今の月下を抑える仕事はないよ。それじゃあ私、役立たずのようなしじゃない。そんなことはない。今まで他のみんなより頑張ったんだ。だから休んでちょうどいいんだよ。月下の価値観や常識は日本人特有だ。役割がない。仕事がない自分。みんなが仕事してる時に何もしていない自分に強い劣等感や罪悪感を感じる。俺もそうだからわかるけど。パト坊、お主の隣に置いてあげれないかのう。月下は確かに頭がいいし、技術開発部隊に最適じゃろう。じゃがはっきり言うと月下には相性が悪いのじゃ。旧鬼紳士のわらわたちもそうじゃ。仕事に馴染めないのじゃ。月下が側近、俺はすごく賛成だけど。ダメよ、なら代わりは誰が。月下よ、お主は喋るでない。はっきり言うのじゃ月下、お主の力は技術開発部隊に向いてないのじゃ。お主はパトの頭脳なんじゃろ。なのにお主は研究と開発に明け暮れる毎日でパト坊の頭脳として果たしておらん。本来のお主の役割を忘れるでない。話は聞きました。関の言う通りですね。メリア、二人は謹慎です。娯楽も仕事も一週間禁止の牢屋で反省してもらいます。同じ専属心を恋じゃないにしてもここまで追い込んだのは言語道断です。すみませんでした。私が日頃からもっと強く言っておけば。メリアちゃん、頭を上げて。私は別に。先ほどの話ですが、私も賛成です。月下ちゃんは頭脳、あなたは味方ゆえ伝のスペアでもあります。なのでご主人のこの絵部隊総長に移動を命じます。キスリットを副総長とし、ご主人の手助けをしなさい。それじゃあ今までの研究は？続けたいなら続けていいです。仕事ではなく自分の趣味として貢献すればいい。月下ちゃんはその方が向いています。メリア、時間を与えてほしい。今すぐだとさすがの月下も心の整理ができないんじゃないかな。わかっています。長期休暇の後です。ですが選択肢は与えません。与えたらあなたは上で技術開発部隊に戻るでしょうからね。帰ってもあなたの席は全て撤去します。技術開発部隊にあなたの場所はもうありませんので、休暇中の間にしっかり心に決めてくださいね。感謝しますのぜ、メリア様。今回は目をつむりますが、ご主人を叩かないでください。次はあなたでも容赦しませんよ。主従関係が理解できていないのなら体で教えてもいいんですよ。敵、俺は気にしてない。敵は結果を思ってやったことなんだ。責めるな。はい、ですが癖になってはいけませんので。それでは。すまぬ。敵は月下のそばにいてあげて。大丈夫。俺は敵や旧鬼紳士たちの月下に対する思いを知っているから。あれから数時間ほど月下の様子を見てたけど、さすがに戻らないといけないからな。月下、安静にね。また明日来るから。ソルテ、メリアから聞いたか。はい、この絵舞台には今まで私が総長の仕事をしていましたが、まさか月下ちゃんがそこに着くなんて。キスリットを副総長に置くそうだ。多分だけど、帝王特別近衛部隊の隊長も月下になる可能性が高いかもね。
ならこれで秘書、侍従、補佐、専攻、護衛すべての側近が揃うんですね。ああ、ソルテは月下の長期休暇の間に組織の再構成を頼む。それで引き継ぎを終えたらこの絵部隊の任務終わりだ。秘書に専念してもらうよ。そうね、わかったわ。ソルテ、ここからは秘書としてではないソルテに聞きたい。やっぱり不満はある。いいえ、適任だと思うわ。それにこの絵部隊の総長不在はずっと問題だったから私も肩の荷が下りる感じね。秘書ってパトさんの仕事管理をして、ある程度暇なくらいじゃないとダメだから。そうか、ならこれで少しはソルテも俺に尽くせるかもね。私の嫉妬の愚痴を今言わないで。悪い、そういうことなんだけどメルリアもわかった。はい、シスリットに重大な役割を与えてもらえたこと、感謝いたします。ラルとセッカは今メリアに呼び出されているから終わったらまた話そう。総長としての役割の再確認と各部隊の役割分担と仕事を任せる時の分量とか、そこらを決める話をしてるらしい。まあ、かなりの大問題ですからね。実際、月下ちゃんは政治部隊と技術開発部隊のメインの仕事を同時にやっていたようなものだったから。この報告書を見た時俺もかなり驚いたよ。アリシアから月下への仕事の滞納件数が752,589件、ソフィアから月下への仕事の滞納件数が1,532件、月下の独自開発の仕事が1,952件。俺はこれ見て鳥肌立ったよ。無謀すぎる。月下もこの件数を抱えて弱音を吐かなかったと思うよ。アリシアやソフィア様はそつなくこなしてしまうから、それが重荷になったんでしょうね。同僚が自分以上に忙しい仕事をしていると周りに相談もしにくいでしょうし。そうか、この帝国の環境が月下の逃げ道を塞いでしまってたんだな。どちらにせよ無謀すぎるよ。アリシアもソフィア様も今回の件で直せばいい。だけど月下ちゃんは、心に開いた穴は埋まらない。記憶に残るからね。関係が悪化しないといいんだけど。ソルテ、俺も月下に合わせて長期の休暇を取る。その間侍従や護衛を一切つけるな。わかりました。では休養があればその時のみ連絡いたします。反対しないんだな。最悪命令権を使うことも考えてたけど。今月下ちゃんにはパトさんが必要ですから、なので月下ちゃんをよろしくお願いします。ソルテ、本当に君は素晴らしい女性だと思うよ。大切に褒めないで。メルリアも当分は休暇だ。好きに行動しててくれ。はい、ではあなたの帰りをゆっくり待っております。それでいいよ。月下がこんなにも安らかな表情で寝ておるのは本当久しぶりに見たのぜ。最近はずっと椅子の上で机に伏して寝ておったからの。やっとあの過酷な環境から抜け出せるのぜ。月下はこれからパトボーのそばにいることができるのぜ。技術開発はわらわたちは本当に軽いアシストしかできんかった。それで仕事面で月下の力になることができんかったからの。パトボーのこの絵部隊なら窮屈したちでもできることはいくらでもあるのぜ。これでわらわたちも月下の力になれる。本当は月下が壊れる前にそうするべきじゃった。わらわが一番パトボーに何も言えない立場なのぜ。本当、パトボーには悪いことをしたのぜ。それでもパトボーはわらわをかばってくれた。パトボーは専属心や月下だけではなく、わらわたちのことも大切にしてくれておるんじゃのう。ならばしっかり誠意を示さなければのう。あやつも月下も未熟者ぜ。年の子であるわらわがしっかり支えて一人前にしてあげんとのう。誰しも初めはみんな未熟者からぜ。今回のわらわや月下やパトボーの失敗を絶対に次に活かせるように協力するのぜ。しっかり休むのじゃぞ、月下。次こそはわらわたちが月下の力になってみせるからのう。ラーメン。野菜マシマシ。忘れておった。こやつ寝相がすごく悪いんじゃった。あんたよ。そんなに油物食べられないよ。今後絶対に月下の添い寝はしてやらんのぜ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。